クイズアタック25司会の児玉清です。問題を差し上げます。沢木美香子です。今日もイタリアのベネチア、フィレンツェ、ローマの3都市とフランス、パリ10日間の旅を目指して頑張ってください。いつものようにオープニングクイズはある植物の名前をお当ていただきます。お分かりになったところでどしどしお押しください。ペナルティはありません。どうぞ。赤、結構、はい、結構でございます。まさにその通り、皆さんと一緒に確認してみたいと思います。13番に赤が止まります。はい、今年も早いもので年間チャンピオン大会となります。今回は年間チャンピオンをかけまして、本年参加いただいた回答者の中でも特に優秀な成績を収められた方々にお集まりいただいております。それではこの問題から参りましょう。沢木さん、よろしく。旧ソ連の国家保安委員会をアルファベット3文字で何と言うでしょう。赤、その通り、結構。赤の方何番。9番。9番に赤が入ります。おやおや、そこに入ってしまわれたか。問題参ります。沢木さん、どうぞ。はい。稲庭うどんの産地として知られ、赤、その通り、結構。秋田県、その通り、よくお分かりになられた。赤の方何番。5番。5番、飛び込んだ。はい、最初の方に飛び込んだのは赤の方。問題参ります。沢木さん、どうぞ。はい。女峰、豊の香、とちおとめ、佐賀本、赤、その通り。このような問題はお得意と見えます。赤の方、さあ何番。4番。4番に赤が点灯いたしました。おお、そうか。もう一問いってみましょう。さあ問題です。どうぞ。みかんの一品種で陰暦の8月、赤、その通り。おお、早かったな。赤の方何番。3番。3番に赤が点灯いたしました。それではチャンピオンの皆様をご紹介申し上げます。今からお見せするのは何でしょう。分かったところでお答えください。と一緒に確認してみたいと思います。さあ何番。8番。8番
に白が入ります。では次の問題です。どうぞ。今からお見せする漢字は何でしょう。皆さんと一緒に確認してみたいと思います。赤の方、さあ何番。12番。12番、いった。8番の白が赤に変わった。参ります。この問題です。どうぞ。今からお聞かせする曲の作曲者は誰でしょう。分かったところでお答えください。白。その通り。白の方、何番。11番。11番に白が入ります。次はこの問題です。どうぞ。何という島から届いた手紙でしょう。マリーナ・グランネ港が玄関口のこの島はヴィラ・サン・ミケーレをはじめ別荘だった建物がたくさんあり、ソラーロ山からはナポリ湾が一望できます。そして青の洞窟。青。その通り。青の方、何番。14番。14番に青が点灯いたしました。問題参ります。佐々木さん、どうぞ。はい。自転車の車輪で中心から放射状に伸びている棒。青。結構。さあ続けて青の方、答えていただきました。青の方、さあ何番。2番。2番に入った。8番の赤が青に変わります。さあ問題です。どうぞ。日本の国道の中で742キロと最も長いのは国道。赤。この問題がわかりになるとは素晴らしい。何番。1番。1番に入った。2番の青が赤に変わります。さあ角に入られたわけですが、どういうことになるのか。さあ問題です。どうぞ。ふくらはぎあたりまでの中途半端な丈のゆったりめのパンツを。赤。その通り。赤の方、何番。7番。7番に入った。8番の青が赤に変わります。次はこの問題です。どうぞ。元素記号 AL はアルミニウム、 AG は銀。では A。 赤。その通り。赤の方、さあ何番。15番。15番に入った。14番の青が赤に変わった。さあ問題です。
どうぞ。何事も生きていればこそで、赤。その通り。結構。赤の方、何番？6番。6番に赤が入ります。では次の問題です。どうぞ。1915年10月17日、セールスマンの死などの作品があり、マリリン・モンローと結婚していたことでも知られるアメリカの劇作家が生まれています。誰でしょう？どなたもお答えにならない。少し難しかったか。次はこの問題です。どうぞ。洋服のデザインで前身頃から続いた布や紐を首の後ろにかけたような形を馬や牛の口につけて引く綱の名を青。その通り。この問題がお分かりになるとは素晴らしい。さあ何番？18番。18番に青が入ります。次はこの問題です。どうぞ。初代総理大臣伊藤博文の後を継いで赤。その通り。さあ何番？16番。16番。いった。11番の白が赤に変わります。参ります。この問題です。どうぞ。752年4月9日、奈良東大寺の大仏の開眼供養が盛大に行われましたが、この大仏赤。その通り。赤の方、さあ何番？23番。23番に入った。18番の青が赤に変わります。さあその思惑通りになるのか、大事な問題になります。佐々木さん、どうぞ。はい。進化の説で自然淘汰説を唱えたのはダーウィン。では突然変異説を初めて唱えたのは誰でしょう？白。その通り。他の方も押されたんですが、白の方早かった。白の方何番？10番。10番に白が点灯いたしました。次はこの問題です。どうぞ。香辛料として使われる山椒は何か？赤。その通り。結構。思わずガッツポーズが出た。赤の方、何番？21番。21番に入った。見事角をものにされました。あと1枚でアタックチャンスになるんでしょうか。気を引き締めていきましょう。この問題どうぞ。現在の日本赤十字社の前身で青。その通り。結構。青の方何番？17番。17番に青が点灯いたしました。さあこのまま赤の方突っ走るのか、それとも他の方の逆襲があるのか。さあ状況は一変するのか。大事な大事なアタックチャンス。さあ状況は一変するのか。大事な大事なアタックチャンス。大正元年の8月5日、
東京に日本初のタクシー会社が開業しました。使用された車は6台。アメリカの何という自動車会社の車でしょう。緑。その通り。さあ、アタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか。まずは何番？22番。22番、飛び込んだ。そしてアタックチャンスの狙い目は何番？12番。さあ、どういうことになるんでしょうか。さあ、アタックチャンス後の問題が大切です。参りましょう。沢木さん、よろしく。はい。ウェディングブーケなどによく使われる上後の形をした純白の花で、乙女のしとやかさという花言葉を持つ里芋科の花は何でしょう。緑。その通り。緑の方、何番？12番。12番に入った。17番の青が緑に変わります。問題参ります。沢木さん、どうぞ。はい。金は黄金、銀は白金と言います。では銅は赤。その通り。赤の方、さあ何番？19番。19番に赤が止まります。さあ、角に飛び込むのはどなたなのか楽しみでございます。はい、他の方も頑張ってこの問題どうぞ。食は広州にありと言いますが、この広州があるのは中国の何省です。赤。その通り。結構。赤の方、さあ何番？25番。25番、飛び込んだ。赤の方、これで16枚リードした。赤の方、目下のところ好調ですが、さあ問題です。長ネギの白い部分を繊維に沿って細長く切っ、赤。その通り。よくご存知でいらっしゃいます。赤の方、さあ何番？20番。20番に赤が点灯いたしました。どうやら決まってしまったようですが、最後の問題になるのか。沢木さん、よろしく。1688年、元禄元年、柳沢義康が蕎麦用人を命じられましたが、この時の将軍は誰だ。白。その通り。白の方、ラストコール。24番。パネルが何も変わらないということで、お分かりのように20枚のパネルをお取りになりました。赤の方、年間チャンピオンに決定いたしました。おめでとうございます。あなたが今年の年間チャンピオンです。いやー、お見事でした。ここまでいらしたんですから、皆さんのためにもぜひイタリアとフランスへいらしていただきたいと思います。今日はある国の名前をお当ていただきます。はい、ということでお取りになりました20枚のパネルを抜いてください。
の方、ベニス、フィレンツェ、ローマ、パリへ行けるのか。 VTR スタート。 VTR スタート。その国とは。その通り、結構。おめでとう。よかった。いやー、楽勝でした。それでは皆さんと一緒に確認してみたいと思います。それにしても邪魔なパネルもなく余裕のお答えでした。おめでとうございます。おめでとうございます。ベネチア、フィレンツェ、ローマとパリの旅をお楽しみください。ローマ、フィレンツェ、ベニス、パリの旅行を獲得したことをお伝えして、さようなら。優勝おめでとうございました。副賞としてデジカメをプレゼントいたします。スタジオの中を自由に撮影していただいていいですよ。